や、マスター。どうしたんだい？得意点の調査かな？いや、僕なんかがもらっていいものかななんて考えちゃってね。贈るものに資格は不要だけど、贈られるものに資格は必要じゃないか。少なくとも僕にその資格は。うん、そうだね。これはこれでマスターに失礼だ。贈られるものが勝手に決めていいことじゃない。だからありがたく受け取ろう。とても光栄に思うよ、マスター。あとはそう、お返し、お返しだね。さて、どうしたものか。おっと、いけない。ひとまずチョコレートは受け取った。お返しは後日改めて。それでいいかな。うん、この贈り物にふさわしいお返しを。どうするべきか。贈り物はとても嬉しいけれど、自分が贈られる側にふさわしいかと問われれば、そうではないと答えるだろう。敬愛、礼儀、親愛の証。それに僕のような存在がふさわしいとはとても思えない。だがその一方で、いくら何でもそれは良くないと反論する自分もいる。サーヴァントとして召喚され、マスターと共に戦い勝利した。それは客観的に見るのであれば優れた功績だと思う。人類を守ることに貢献している以上、今の自分はこの贈り物を受け取るにふさわしい。そうは思えないが、そう考えるしかない。よし、少し前向きになったところで、改めてお返しを考えようと思う。食べ物は、自分はあまり得意ではない。やめておこう。金銭、植物的すぎる。名誉、僕が与えられる名誉はない。では、それ以外の、マスターの無事を祈るタリスマンのようなものは？すでにいろいろと持っていそうだしな。霊装との相性もあるんじゃないか。メディアに頼めば相性の調整くらいはしてくれるかもしれないが。やめておこう。富も名誉も栄光も僕が与えるべきだとは思えない。そもそもいくら何でもチョコレートという親愛の贈り物にそういうのを返すのは、なんというか、むしろマスターにとって重荷になってしまいそうな気がする。いや、違うかな。他のサーヴァントでは重荷にならずとも、僕にとっては重荷になる。例えばマスターが僕のタリスマンの効果を信じて、でもそれがうまく発揮されなくて危機に陥ってしまう。そんな最悪な事態を想像するのだ、僕は。うん、やはり効果はない方がいい。最初から何もなければそういう期待もされないだろう。でもそうなると、僕は何を贈ればいいのだろう。そして僕は考えて、考えて、ひたすらに考えて。やあ、マスター、少しいいかい？
うん、バレンタインのお返し、ようやく決まったので渡したくてね。これだ、どうぞ。ああ、開けてしまって構わないよ。うん、いろいろと試行錯誤したけど編みぐるみにした。あらかじめ言っておくと、それには魔術的な効果はない。それはキャスタークラスの人に頼んで確認済みだ。糸も僕の持つあれではなく普通のものを使ったしね。君には魔術的な英雄的な何かよりも全く関係のない普通のものを送りたかったんだ。僕のエゴイズムだとは思うのだけどね。ありがとう。その気持ちだけで十分だよ。いつかその編みぐるみが君の元から離れて何かの拍子に消え失せてしまったとしても、それは悲しくはあっても悪いことではないのさ。より大事なものをすでに僕と君は交換し合ったのだから。うん、君の贈り物と僕の贈り物、その交換によって得られた思い、どちらも大切にするよ、僕は。ありがとう。うん、しかしまあこういうところが。神器臭いぞお前と、イヤソンに言われるところかもな。